研修会には県内32の市町村から農政や都市計画を担当するおよそ120人が参加しました。 TSMC の工場が菊陽町に建設されていることに伴い、半導体関連企業のさらなる熊本進出が見込まれていますが、産業用地の不足が課題とされています。その解決策として現在周辺市町村での農地転用による土地確保が検討されていて、研修会では農地を産業用地に転用するための許可制度について説明されました。また県は転用する場合、まだ農業用地として用水路の整備や土地改良などの基盤整備が行われていない土地に進出企業を集約するとしています。